皆さん、こんにちは。インスパイのくたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。はい、えー、今日ですね、えー、ついにですけど、えー、LINE さんの公式 LINE ブログにスペシャリストとして登録されました。ありがとうございます。ということで、えー、今日はですね、その登録の、えー、までの、えー、解説の手順ですね。 えー、もしくは、えー、登録の時に注意すべきことということで、えー、お話をしていきたいと思います。えー、まず LINE ブログって何,何ぞやということで、えー、ちょっとご覧いただきたいと思います。えー、こちらになります。まあ、これ分かりやすく言うと、えー、アメブロと同じような感じだと思っていただければいいんですが、まあ、LINE さんがやっているアメブロみたいな感じね、えー、ブログサービスがあります。 で、ここにありますように、公式ブログっていうのは、ここに出てますように、えー、芸能人の方、有名人の方が、このように登録されているもので、まだ一般の方には開放されていません。で、えー、ただ、えー、ここにありますように、お知らせということで、アーティスト、タレント、スポーツ、スペシャリストの4部門で、新規解説を受け付けますっていうふうになっています。えー、なので、皆さんですね、えー、スペシャリストということで、 ぜひね、入っていただきたいと思い、ね、ます、あ。アーティストの方、タレント、スポーツの方はもちろんなんですけど、スペシャリスト、皆さんご商売の、皆さんの専門分野のスペシャリストでもあると思いますので、ぜひね、こちらのリンクに進んでいただきたいと思うんですけど、なぜ LINE ブログがおすすめかということで、ちょっとですね、紹介したいと思うんですが、ここに今トピックスということで、これ LINE の、ね、トップページですよ。LINE ブログのトップページのところに、 えー、ルナシーさんとかですね、蝶、え、野、ー、さんとかですね、えー、こんな形で有名人が出てるんですけど、ここすべて見るっていうリンクがあって、このすべて見るっていうのを押すとですね、えー、こんな感じですね。えー、あ、2回押しちゃいました、えー。ここのとこに、武、え、藤、ー、さん。 僕の友人、札幌のですね、水曜コンサルもされている武藤さんのブログが出ています。つまり、ここはですね、公式ブログに登録されると、まあ、一応有名人入りできるような形で、ここをクリックすると当然ですね、武藤さんのブログの記事に飛ぶことができるので、このような形でアクセスが望めるっていうのは、かなりね、チャンスがあるんじゃないかなと思うんですよね。ということで、今日はですね、この LINE ブログについてお伝えしたいと思うんですが、このね、リンク、 えー、4部門で新規改正を受け付けますっていうところに進むと、えー、どんな感じになるかっていうことで進んでみたいと思うんですが、 はい、えー、こんな感じでですね、えー、1月15、今年の1月15から、えー、申し込みが開始したんですけど、ちょっと私が2月の半ばぐらいに申し込んでですね、えー、それからですね、ちょっと審査があるんですけど、その過程がちょっと遅れてしまって今日になったんですが、えー、こんな感じになっています。で、お申し込みはこちらということで、えー、進んでいただきたいんですが、えー、今回から募集を開始する部門ということで、ここにありますね、アーティスト、えー、音楽、映画、美術などの分、 分野で活躍されている方、タレントモデル、モデル、俳優、アイドル、芸人、スポーツ選手、監督、解説者、スポーツの分野で活躍されている方、ここにはなかなか該当する方、少ないと思いますので、最後のスペシャリスト。 医師、弁護士、議員、建築家、あるいは農業や伝統工芸まで専門分野に優れた知識や技術を持って活躍されている方ということで申し込みができます。で、このお申し込みはこちらからに進んでいただきたいと思います。そうするとですね、審査が通れば利用できるということになっています。この申し込みはこちらのページにですね、進んでみたいと思うんですけど、 ここのページにですね、すごく重要なことがあります。それはこのブログ ID と呼ばれるもの。これはユニークです。1個しか与えられていません。なので、早い者勝ちです。例えば、僕であればインスパイアとっていう自分のブランド名で重複チェックっていうのをすると、これは利用できませんというふうに出ました。 当然ですね、これ僕は今使っているので利用できませんということで、この×が出ていますけど、ここはね、取っていくっていうのはかなり大きいと思いますので、ぜひ皆さんのブランドで取っていただきたいんですけど、もう一個重要なのは、ここ。 執筆者の略歴って書いてます。これ、ブログを書く人の略歴っていうことで、実績、執筆歴、メディア出演歴などがございましたら、こちらに記入くださいと言いまして、これはとにかくたくさん書いてください。皆さんが専門家として、すごく活躍してるよってことをね、わーっていっぱい書いてください。で、ただね、リンク、あの、何々受賞と書くんじゃなくて、リンクを入れてですね、実際にそれが証明できる場所、ブログだったり、ホームページに書いてる場所に飛んでください。ここはあの、写真とか添付できないので、 リンク先でそれが分かるようにしておくといいと思います。で、ブログタイトル。これも後で変えれるんですけど、できれば、この申請時にどんな内容を書くかっていうことで審査されると思いますので、この専門のこの執筆者の略歴、このね、ジャンルに合ったタイトルを入れてください。で説明文にそういう内容を書くよってことを入れてください。で、カテゴリー。これはスペシャリストにしてください。 でここも重要です、えー、ホームページ URL、えー、ブログ URL、Facebook、Twitter、Instagram その他ページということで、これは漏れなく書いてください。えー、皆さんが思いつく限りですねホームページ、ブログ、Facebook 自分のアカウント、Instagram Instagram 持ってない方は持った方がいいでしょうね、えー、持って、えー、登録してください。 でその他、補足説明にあるので、えー書きなか、書き足りなかったことを、えー、こういっぱい書いて、ですね、えー、この入力情報の確認ということで進んでください。えー、これで OK になると審査通るわけなんですが、えー、まずです、ね、でこのスペシャリストっていうところで、えー、自分が大丈夫なのと思われる方がいらっしゃると思うので、えー、このように考えるといいと思います。えー、こちらをご覧ください。 これ、以前に私がブログでも書いたことあるんですけど、ここにあるような肩書きですね、コンサルタント、ジャーナリスト、なんとか専門家とか、オーソリティとか、いろんな言葉あります。これと皆さんの業界を掛け合わせた自分だけのブランド名、スペシャリストを作ってください。私であれば、ネットビスアナリスト、LINE コンサルタント、Pinterest コンサルタント、Instagram コンサルタント、YouTube コンサルタント、音楽コンサルタントみたいな感じで、なんとかコンサルタント、アナリストっていっぱい名乗ってるんですけど、こういった形で作ってください。 ではですね、ちょっと次に進みますね。すいません、間違えました。これじゃなくて <laughs>。はい、ここですね。次に進みますけど、実際に登録されるとですね、このような形で、次にデザインの申請になるんですけど、この時にパソコン用のヘッダ画像とか、スマホ用の画像とか、携帯の画像みたいなのを登録する場所があるんですけど、これあの、結構で私も何回も審査落ちちゃったので、皆さん気をつけていただきたいんですけど、 ここのですね、結構面倒くさいのはこのピクセル指定があって2600から390ピクセルということで2600っていうのは結構大きい写真。 画像じゃないと作れませんので、えー、ここだけ気をつけてくださいね。これはあの跳ねられますので、ちゃんと行かないと跳ねられちゃうので、入れてください。で、プロフィール画像とかも入れてくださいね。えー、あと OGP、色指定なんかもこの辺も設定してください。で、ここで、あの、私の場合は LINE という言葉を入れているので、えー、LINE という言葉がちゃんとログマークが使用されてないと通らなかったりします。で、自分の名前、顔がはっきりわかりやすいような え、変換にしてくださいというふうに書かれていましたね。これで申請してください。で、これで申請が通るとですね、晴れて管理画面に入れるようになります。こんな感じのですね、管理画面に入れるようになるんですけど、で、ここでやるべきことということで、ちょっとですね、書いたものがあるので見ていただきたいと思うんですが、こちら。はい、これ1行目ですね。スペシャリストとして肩書きをホームページや SNS でまず名乗ろうというかですね。 これあの、ホームページや SNS ないとですね、そのスペシャリストとして存在しないと思われるので、必ずその肩書きのホームページや SNS、Facebook ページなどあると理想ですね。で、申請時に ID は、申請時の ID は変更不可なので、二度と変えられないので、ドメインアカウントなど共通のにしましょうとですね。で、申し込みの略歴、ここ言いましたね。バナー申請、これ言いましたね。 で、解説したら、えー、ブログ設定でプロフィールを細かく書こうってなります、えー。ちょっとここに行きますね、えー。時間がないので書き足して申し訳ないんですけど、えー、次に行きますね。えー、っと、出ますでしょうかね。よいしょ。えー、これじゃなくてですね、えー、もう一個、あ、こっちの方か。はい、えー、こっちね、えー、ここに行きますけど、えー、ここのブログ設定の中のですね、基本設定のとこにあります。 え、ここの部分に、え、自分のですね、プロフィールとか書く場所があるんですね。ここブログの説明とか、あとここに、え、プロフィール文って書くのがあるんですけど、え、ここはちょっとですね、気をつけて書いてください。後で説明しますけど、え、全角100文字までって書いてるんですが、特に最初の部分ですね、え、ここの部分が結構重要だったりします。後で説明します。え、ここの部分を気をつけて書いてください。え、プロフィールを書きました。え、そうすると次にやるべきことということで、え、お話をします。 けどえー、外部サービス、SNS の連携、メニューバーの設定は特に重要ということで、ちょっとこれ説明しますね。はい、えー、こちら。ここを見ていただくと分かるんですが、ちょっとこれ戻りましてですね。はい、えー、戻りまして。よいしょ。あ、こっち、出ちゃいましたかね。はい、これね。えー、これ戻りましてですね。 今度ここにあるんですけど、外部サービスということで、ここね、外部サービスの連携というのがありまして、ここに進みますと、Facebook、Twitter、Instagram との連携というのができるようになっています。でここで、できれば Twitter とか Facebook もそれ専用のスペシャリストとしてのアカウントの方が理想かと思います。Facebook ページもそれ専用の方が理想かと思います。あと Instagram ね、この設定をしてください。 で、えー、次にですね、えー、これがすごい重要です。メニューバーというのがあります。ここにメニューバー、パソコン、スマホってあるんですけど、これすごい重要で、えー、これ実際ちょっとお見せしますけど、えー、こんな感じでですね、えー、メニューを設定できるんですけど、これ設定すると、えー、どこに出るかっていうことで、今からちょっとお見せしたいと思うんですが、これがね、結構大事なんですよ。えー、ちょっとですね、こちらね、 これ実際に私のページで見てもらいたいと思うんですけど、ここの、ここですね。えー、いわゆるグローバルナビと言われる部分。えー、この部分ね、えー、すごい重要です、えー。私の場合は全部公式ブログの方に飛ばしています。えー、クリックすると LINE ブログじゃなくて公式ブログに飛ぶようになっていて、ちゃんとカテゴリー分けをしてるんですけど、この LINE ブログでは LINE に関してだけ書こうと思っているので、えー、LINE に関して書く部分はですね、今度右のメニューのカテゴリーっていうのは作れます。これ大分類、中分類で作れるので、 この部分を LINE に関してカテゴリー分けすればいいんじゃないかなと思います。で、えー、ちなみにここの LINE ブログは、えー、LINE ブログ .me という、ね、LINE 公式のドメインから自分のホームページにノーフォローなしで、えー、リンクを貼ることができるので、ここに書いているテキストですね、言葉とか、えー、リンク先っていうのは結構重要なので、えー、この辺気をつけて入れてください。で、私の場合は最後に音痩せというのを入れました、えーまあ。いわゆるレスポンシブで、レスポンスデバイスですね。 えこの辺の申し込み先みたいなのも入れておくといいと思います。はい、えー、次、ここですね。えー、次ですね、このパソコンとスマホの表示を確認するっていうのがあるんですけど、これも結構重要で、えー、パソコンで見た場合ね、できればこれ1行でメニューバーは入った方がいいと思います。でさっきの外部連携すると、えー、右のメニューのところにこ Twitter、Facebook、Instagram が出るようになります。これ結構重要ですよね。 ここからそれぞれ飛べるようになってますので、ツイッター、Twitter、のフォロワーを増やしたいとか、フェイスブックのいいねを増やしたいとかっていう場合は、えー、これ必ず出すようにしといた方がいいです。で、えー、ここですね、えー、カテゴリーですね。で重要なのは、えー、これをスマホで見た場合なんですね、えー。ちょっとスマホで見た場合を今から説明したいと思うんですけど、えー、うまくいきますでしょうかね。 はい、えー、実際にスマホのページを出していきたいと思うんですけど、えー、これ私のスマホの画面今出しています。えー、ここの中で、えー、LINE を起動しましてですね、えー、ちょっとこれ一回閉じますね。このその他のとこ、えー、その他のとこの、えー、LINEAPP に進みます。LINEAPP に進みますと、えー、LINE ブログってあの LINE ブログに行きます。 そうするとですね、さっきの公式 LINE ブログはですね、スマホでも見れるんですけど、注意していただきたいのは、まだこれ LINE のアプリです。で、ここの、ジャンル別って書いてるところに進みまして、ここのですね、中のスペシャリスト、今130になりましたけど、これのすべて見る。ここにですね、僕の名前が出てきます。いいですかこれすごい重要なんですけど、僕の名前出てきたと思うんですけど、これまだ LINE のアプリです。クリックします。 そうすると表示されます。これもまだ LINE のアプリです。LINE ブログのアプリ内ですで。ここに出る文字数ですね。ここが重要です。一つ前のページここ。ここのページですね。スペシャリストのページのとこに出ていたんですけど、ここの文字数ね。これ以上長くなると点々点になるので、最初の部分に分かりやすいものをプロフィールで入れてください。クリックするとこんな感じで、実際にですね、ここ、ブログ記事をクリックすると、 実際にですね、ページが表されるんですが、これはまだ LINE のアプリ内で飛んでるんですけど、ここのメニューですね、これもですね、PC よりたくさん出ないので、こう横スクロールになるんですね。横スクロールになるんで、ここの部分で私はお問い合わせが出るようにしています。途中に挟んでるんですけど、こんな感じにしています。で、ちょっと見ていただきたいのは、 あとでも説明する時間がないのでこう書きましたけど実際にですねこの LINE ブログをですねホームに追加することができるんですねその時のこのアイコンもメニューのところで設定できるようになっているので入れておいたらスマホからダイレクトでブログが見れるようになります。 はい。ということでですね、えー、ここ、えー、インポートもできますということで、えー、アプリ表示ね、えー、パソコンとスマホね、ちゃんと表示されるか確認してください。解説したら、えー、メールマガホームページ、SNS で告知しようということですね。はい。えー、ちょっと駆け足になりましたけど、えー、LINE 公式ブログね、えー、ぜひ持ちましょう。まあ、SU 効果もあるかもしれないし、何よりですね、LINE のトップページからね、アクセスが見込め、見込めるかもしれないということで、えー、ぜひ皆さんもですね、スペシャリストとして登録を目指してみてください。 インスパイのことで明日、ありがとうございました。バイバイ。